現場見せるのと、現場のオペレーションについて話をさせていただきます。この含めでお会いするかと思いますし、コロナ前、未来、私たちにお会いするかと思いますので、まずは初めに、自分のご案内をします。今年、ボディビルのコンテストでまして、40秒のクラスで優勝しました。今年から、相当大変なことです。これを見せたい。今度、1枚、2枚です。原学出てる以外も、いろいろ学んでまして、NPRP で使ってる野生人間のコレクションの、ゲノム解析であったり、猫とか、のゲノム解析と、そのデータです。今日は、ユニバースにいる、DDJ の、ゲノムアノテーションと、あと、ゲノム登録を、サポートするツールの紹介になります。ユニバースは DDJ パーアノテーションを使いましたので、名前の通りですね、かなり早いと、定型的な、サイズのバクテリアゲームだとか、アノテーションができると。で、その、出てきた結果ファイルを、作られたものです。で、もう一つが、スタンダードの版で、これはコマンドラインで、手元の、コンピューターで、大量のデータを通す。使いたいというのは、スタンダードの版をお持ちしてください。あと、ウェブ版の方が実際 API を用意してあって、結構マニアックな機能なので、あまり表に立って説明はしてないんですけども、一部のコアでは、使っていただいています。これはオンライン版の利用実績ですが、今年10月までの実績で、3万件近い業務を、オンラインで実施しています。その前年度より 20% くらい、おかげさまで利用者が増えるところが、比較的大きな資源積みのプロジェクトでも使っていただいて、中国の、WDCM、ワールドデータセンターをマイクロオーガニズムというところが、主張で行われている GCM、天気ダイレクトレインプロジェクトというのがあります。これは微生物の、基準の株を、一番原因のゲノムを増やしてしまうプロジェクトですね。で、そのうち、日本の、インカルコレーション、から、提供されたサンプルに関して、DDJ に登録されています。で、その際に、このリバースを使って、ゲノムデータの登録が行われていただきます。でも使っていました。これはリバースのウェブ版の、主要な画面ですね。やることはまず、この情報登録画面で、ゲノムのパーサー形式の場合はアップロードして、で基本的には先ほどのままで動きますが、この辺に逃げているオプションを有効にしていただけると、追加で、クオリティ、コントロールのパイから、リーファースト UC というのを飛んでいく後で、これ、紹介しますが、ゲノムのタクソノミーのチェック、主導点と、あと、ゲノムの判定の評価を行って、行う機能から追加で行います。で、結果ファイルがこの右側に出てくるような感じで、ジェルバック形式のファイル、またジェルバック形式のファイルから、またこういった重要な形式のファイルが出てきます。この一つである、DDJ のフォローファイルについては、上記実行の画面で、追加で必要なメタデータを入力してもらうことになります。で、そうすると、この画面に示されているような、DDJ の登録のファイルを作ることができます。じゃあ、これを DDJ で送ってあげると、登録ができるという、そういう仕組みです。
で、これは、ディファートがないでやられている感じですね。で、まあ、取り立てで特別なことはやっていない。比較的、標準的な、ゲノマンデーションの、バックでした。最初に、ゲノム配列の中から遺伝子の領域を、充実して、で、その充実された遺伝子に対して、基本的な、を行う、ファンクションのマンデーションの、ステップに、で、この中で、まあ、一つ、リファクトが割と特徴的な機能としては、収容時、ギニー遺伝子の特徴があるここで言う収容時が、CDS の途中に、届くことが、入ったりとか、フレームシートが、入って、で、途中で、CDS から、途切れてきたり。まあ、そういった、ものを、話します。でそういった、シュート人が探すために、グリーンファーストでは、横からしたコーディングリジョンの前後の部分を、見る。で、その前後の部分に、グレームシュートであったりとか、ドットドンがあった場合には、シュート人の方法として、実現をしていく。で、まあ、例えば、この例だと、コーディングリジョンが、このキャラになる。で、この右側の部分が、コーディングビジョンの後ろ側の部分。で、この中で枠が起こった部分に、フレームシフトが、入っています。で、まあ、これが原因で、この、例だと、グルコネットのバランスコーダーが、機能するようになっています。で、まあ、それが原因で、まあ、この、バカテリアは、グルコネットは、ハイライトできない。まあ、そういったことが、言うのかです。まあ、結構これ、先生が長くすると、大変なんですけども、まあ、割と、よく、まあ、そこそこ実用的な機能だったんですけども。で、割と、これ最近の、論文で、2022年なんで、4年なんですけれども、シュードファインダーっていう、まさにシュードジーンを見てるのに特化した、ログルームが出てまして、名誉のことの中で、リリーファクトも、ベンチマークとして、どのキャラクターを使うものか。これ、肩書きになると、リリーファクトで、で、まだ、シュード人の方が、若干見劣りするように見えるんですけども、この、シュード人、シュードサインだって結構、動かすのすごい大変で、NGDA やネバールモデラルスのやつから、すごい高かったし、どこにもすごく働かなかったので、ちょっと正直、あまり実用的かなっていうのは、疑問が、あるところ。なので、まあ、ビデオ活動、非常に短時間で、どうします。まあ、性能的にも、分けして、引き受けることになるかな。ちなみに、ビデオ活動の話でも、金融金融の、アナウンスデータと話題になるんだけど、まあ、今年、この、継続できる。だから、あと、まあ、これも結構マニアックな、アノテーションなんですけども、まあ、結構恋愛的なアノテーションっていろいろあって、まあ、ある特殊な条件下で、まあ、通常はストロップボトムとして、ごめんなさいけど、UGA とか UGA、UND のことから、テレノシステムとか、ビロリジとか、まあ、通常変われない、レアな反応バーに翻訳されるという例が。そういった、翻訳の例外ルールなんかも、分かられることで。これはシュード人のアナウンテーションと、比較的同じような、その機能を誘導して、一度動かしていく。で、これは、今後の計画とか、まあ、今進行中なんですけども、グラフミのであったりとか、まあ、その上に、持っている遺伝子のプロディース正確なアノテーションを、目指していく。これは、プラグミドであったりとか、薬剤耐性遺伝子のフレームの中の方から、しっかりと進めていく。まあ、薬剤耐性の遺伝子っていうのは、プラグミドを介して連鎖することが、まだ結構多い。まあ、ですので、またそのゲノムが、まあ、どういったプラスミド、どういったタイプのプラスミドを持っているかとか、まあ、このプラスミド上にどういった薬剤耐性遺伝子を持っているかが、
疫学上すごく、まあ、大事な情報になります。で、ブラッシングの片別タイピングっていうのも、最近は、配列列で行われることが多くて、ブラスミドの複製に関する遺伝子のシミュラリティで、タイピングされる、ようになってきてるんですけれども、データセットに登録されているこのブラスミドの情報が間違ったタイピングで行われているっていうことが、割と、あれだったりしましたね。で、その間違った情報に基づいて、アノテーションが広がって出てしまうということがありますので、より正確な情報を提供するということで、新しい動きを今、進んでいくと。具体的には、コンティングアノテーションという機能をつけて、このコンティングごとのアノテーションですね、このコンティングがブラッシング以外なのかどうかというのを判定をする。それが現在、ブラッシングの範囲になっている概念です。将来的には、独自実装するというところも、判断で、片別された結果に応じて、その後の、カラビューの過程で使われる、干渉データベースの使い分けなんていうところも、視野に。で、今現在、体制遺伝子だったりとか、人間性一緒のアノテーションに関しては、独自でキュレーションを行っている、参照データベースに加えて、パーズとか VFDB といった、外部の実装を利用して。で、以上が、TFIRST の、基本の、機能で、最近、またというのも2、3年くらい経ちますけれど、TFIRST-QC っていうクオリティコントロールの、機能を追加しています。これは目的としては、データベースに、登録される DDBJ のデータベースから、まあ、公共データベースに登録されているゲノムの、クオリティや信頼性を高めるというのが大事です。現在、まあ、以前と比べて数だいぶ減ってますけれども、少し前の状況ですと、間違って、主張で書かれているゲノム配列であったりとか、クオリティが低いゲノム配列だったりとか、結構感じていました。今、NCBI でも独自のチェック機能を、チェックを行っていますし、まあ、DBB でも DFIRST-QC っていうのを、使って、工場に取り組んで、そういった数で、いろんな内容で手をしています。で、やっていることは、ANI、アメージングビューダイアイデンティティといって、自然物の海外だと、海外とも標準的に使われるようになった、指導性の、指導だ。これ、2つのゲノムの間で、平均の塩基配列の一度を、計算してあげるという。95% 以上だと、比較した2つのゲノムが同じ種に属して、これ未満だと違う種に属するっていう。まあ、すごく単純なんですけども、かなり、重要ですが、指導性の方法に、まあで、それとゲノムの完成度の評価については、チェックゲームという、これも外部の数を使っているとして、ゲノムの完成度は、コンタミネーションの、考え方を決めました。で、これがゲノム版での、自己表現だったんですね。ゲノム配列にも続いて、アップロードしたゲームが、これこれこういう、種子ですよ、っていうような結果と、あとは、コンクリートの人とコンタミネーションの値が、に表示されます。これも、ウェブ版と、スタンドアルバムとあるのがマスクというのを使っていただくと、DFIRST-QC の中でやっているのは、まあ、こういったことで、最初に主導性のタクソノミーチェックを行っています。これ2段階の、検索を行ってまして、最初に、6個ほどの、まあ、どの、遺伝物にも普遍的に存在する遺伝子をマーカーとして同定したりで、そのマーカー配列の創造性に基づいて、2段階目の ANI を計算することの、対象となるゲノム配列を絞り込むことをやる。
現在、参照データとして1万6000件ぐらいの、ゲノム配列使っていますので、まあ、いきなりその1万6000件に対して、AMI の結果というのはできないので、すごい時間がかかってしまうので、まあ、これからみんなを。で、その結果に基づいて、コンクリートネスケープで使うというのを、マーカーし、ベネチマーカーの成功を、ね、感じて、コンクリートネスとコンクリートネスのデータを取っていただきます。で、これがなぜか、実は、まだアタックデートのグラフがありまして、最近だと、マッシュルビリウスとか早い、ゲノムの配列も、類似度、エスティメントするツールがあったりとか、これ AI の計算についても、SKANI というのが使いにくいのかわからないけど、ファースト ANI よりも25倍速いと伺っている、やつが出たんですけど、まあ、こういったものに関しては、より速い、手動をしたいと思います。で、まあ、SKANI に関しては、6万5000件のゲノム、に対して、数秒で結果が出るということで、もしかしたら、こんなことなので、2段階の、ストラタクリックスからも、まず、永遠がないとだけば、すぐにしなきゃいけないと、しないと。まあ、こういったアップデートがあります。で、あとこれも最近の更新なんですが、Wikipedia の登録のシステムと、スムーズな連携を目指しています。これ、左側に見えているのは、e-first を、ジョブマネージメントするページです。EDBJ のシステムと、ある程度連携することによって、e-first のウェブサービスに、EDBJ のアカウントを使ってログインすることができるように、EDBJ アカウントでログインしてあげると、自分が、で、こちら、ちょうどの履歴が、この、ヒストリーページに、出てくるようになる。で、このページから、チェックボックスで、こう、選んであげて、結果をまとめて、ダウンロードしたりとか、まとめて、EDBJ に登録を依頼する。で、登録依頼するときは、左側の画面から、登録タイプのゲームを、チェックして選んであげる。で、その除外 ID をコピーするよう。で、除外 ID を EDBJ の、MSS というマスタービジョンシステムの、初定のフォームに、中身付けていただけると、データを入れなくて、リーパーっていうのから移行して、登録に回してくれるという。まあ、なので、今まで ダウンロードして、それを市場にアップロードっていう、電話があったんですけど、それが、必要なくなって、より登録に登録もできるということで、まとめると、まあ、こんな感じになりまして、まあ、BE:FIRSTという、アナモデーションとデータを書いたりもする。で、ウェブマンとスタンダードが利用して、あと、BE:FIRSTフュージーという、パソコンのところに行くときも。で、今、NHL を中心にご注文ランとしては、やめられないようにしての、アナモデーションとか、以上で発表を終わります。ありがとうございました。